はい、皆さんおはようございます。前回ですね、この車が車検から戻ってきまして、ブッシュ交換をね、したというところで、その印象の話をしたんですけど、あれから1週間、乗りまして、またちょっと印象がね、変わったというか、付け加えたいことあったんで話そうと思うんですけど、普段乗ってる時、普通にこうただまっすぐな道走ってる時は全く分かんないんですけど、こうハンドル切った時ですね、前回のちょっとおさらいすると、ゴムブッシュ関連ですね。でメインは、スタビライザーのところのブッシュですねを交換したというところで、その印象の話をしたんですけど、で1週間乗ったって話ですね。でこのハンドル切った時ですね、ハンドル切った時のこの何て言うんだろう、戻され感っていうのかな、ハンドルの戻され感っていうのかな、なんかこれが前よりもこの戻され感が強くなったっていうのかな、それはなんか決してなんか悪い方向の意味ではなくって、なんかこう特にこうゆっくり、例えば駐車場とかでゆっくりこう動いてる時なんか顕著なんですけど、ガーッと切った時のなんかこうハンドルの切れ方がこうなんか何も抵抗がないような感じでガッと切れていくんですよね、それがやっぱり交換した後はこう程よく反発する力がちょっとかかるんで、なんかこう無理してないなみたいな感じですね、足の動きが、前回も言いましたけど、前回もこう表現としてエアシリンダーとかのクッション調整っていう表現の仕方したんですけど、なんか本当になんかそういう感じのなんかいいクッションみたいなものがこう噛んでくれたなみたいなところですね。なのでなんかこう抵抗感があるっていうと悪い印象に受けがちなんですけど、これは逆ですね、なんか程よく抵抗感があるんで、こう足の動きが無理してないなっていうなんか感じがあるんですよね、なんかうまくこうデメリットの部分っていうのかな、変な負荷を吸収してくれてるなっていう感じがあって、そういえば新車の時ってこんなだったっけかなとかっていうのをちょっと思い出しながら、ちょっと触ってたりしたんですけどね、こうハンドル切ったりとかもしてるんですけど、こうなんていうの、悪い印象にはもちろんなってないんですよね。それがなんかまた不思議なところで、印象としてはよくはなってるんですよね、これがねなかなか難しいところですね、表現がね、特にそうだね、目いっぱいグワーって切った時なんかは顕著ですね、なんだろう、最初こうタイヤのエアが減ったのかなっていう、空気圧が、なんかそういうなんかだるさが増えたのかなみたいな最初印象だったんですけど、そんな感じではないんですよね、この真ん中のこのセンターのハンドル位置、今なんかまっすぐ走ってる時、この真ん中の位置なんかの真ん中のこの中心のこの遊びっていうのかな、これは前よりが減ってるんですよね、直進安定性が良くなってるんですよ、なのでなんか抵抗感はちょっと増えてるんですよね多分ね。ただこれが悪い方向にいってるかっていうと、そうじゃないんですよね、だるくなってるって感じじゃないんですよね、こうちょっとこう引き締まったっていうのかな、でも硬くなってるわけじゃないんですよね、これがまた難しいんですよ表現が、なんて言ったらいいんですかねこれね難しいな、程よい弾力性がある、ゴムの表現でいくとやっぱ程よい弾力性があるんですよね、ただやっぱり乗りやすくはなったら間違いないんですよね、
だるさが減ったっていうのはこれ多分そのおかげなんですよね。空気圧自体は多分変えてないと思うんで、自分は結構標準よりかはちょっと高めにいつも設定するんで、もしそれを見てね、その整備士の人が圧を適正なところに下げたんであれば、ハンドルの感触としてはだるくなる方向に行くはずなんですけど、そうなってないってことは多分空気圧も触ってないだろうし、そのゴムブッシュを変えたことによる印象っていうのは多分現れてきてるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあそれでいくとやっぱりいい方向にはなってんだよね。変える前はね、やっぱちょっとこのだるさがね、ちょっと角度が広い感じがちょっとあったんだよね。それがねちょっと狭まってて、なおかつこのここの弾力ですよね、この弾力がちょっと増えてる感じがあるんで、確かにまっすぐもね乗りやすくはなってるんですよね。なのでやっぱり効果はあるんだなと。もう新車の時の印象はね、本当にさっき思い出しながらって言いましたけども、あの9年前の話なんで、もうだいぶっていうかもうほぼ忘れちゃってますけどね。でもまあ変えてよかったね。今回はもうなんか破れてたっていうんで変えざるを得ないような状況でしたけど、まだいけそうかなっていう感じでも興味ある方はまあ変えてもいいかもしれないですね。感触はでもいいんだよね、やっぱな。そうなんですよ、そう。で、結局自分も車検今回プッシュ変える前まではやっぱハンドルのこのだるさってちょっと気になってたんで、結構頻繁に空気圧測ってたんですよね。で、測ってたんですけど全然その下がってるっていう数値じゃないんで、おかしいなと思いつつも乗ってたんですけどね。よくよく考えたら、まあそういうところの状態がこうやっぱ現れてたんですね。まあって考えると、まあちょっと辻褄が合うというか、なるほどっていうこう納得感ですねが、まあちょっとあったっていうのもありますね。まあ変えてよかったねっていうことですね、要は。これは、まあ、そこそこ10年とかって走ってくる来てる車であればもう交換はおすすめかもしれないですね。距離関係ないですよね。多分ゴムなんで時間ですよね。まあ距離もね極端に多く走ってればそれは劣化すると思いますけど、まあゴム関連は年数の方ですよね。時間の方でもう劣化っていうのはもう関係なく進んでいきますからね。思ってたより良かったな、変えて。変わって良かったと思うわ、これ。という感じで今回はですね、前回の動画の印象のちょっと付け加えみたいな話でございました。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。それにしても前の車はこれ自衛隊の車かな、これ走行車っぽいよね、これね。後ろにもいるんだけど挟まれてんだけど、これ自衛隊の車だよね多分な。あ、その前もそうだね、3台並んで走ってますけど、前2台で後ろ1台に挟まれてますけど今。